えというわけで今週もやってまいりましたラジオジャグの時間です。えー、今週も、えー、東京渋谷にありますサーカス東京からお送りしたいと思います。というわけでね、えー、っと、やっといろんな情報解禁になりまして、えー、クラッシュの30周年の、えー、っと新シリーズ、えー、っと、まあ先月からね、シビトんを筆頭にちょっとずつ解禁をしていってるんですけども、今日もその流れで 今回参加してくれたジュマディバくんに来ていただきました。こんばんは。こんばんは。お願いします。<laughs> よろしくお願いします。お願いします。<laughs> なんかさ、私いつもジュマディバくん、もういつもあれができないからジュマ君でいいって聞いて、ジュマ君でいいよって言われたから、ジュマ君って言ってんだよね。ではい、大丈夫です。でジュマ君は えっと今回「クラッシュと初めてやったんだけど、ま、そももそそクラッシュを知ってた、うん、あのそんなにがっつり全曲聴いたことあるみたいな感じではなかったですけど、うん、まあ一応は知ってて、うん、でまあ基本的にでも親の世代とかのなんか何まずって言われたとヒップホップって言われた時に d j クラッシュみたいな。 うん、そういうイメージイメージの中でそんなに自分の中でこうこう,こうだからみたいなのはなんかあんまなかったこの間さラルフ君来てくれた時にさ、はい、ラルフも言ってた同じようなことんなんか幻というか <laughs> <laughs> そうですね <laughs> 幻の人だとかちってそういう感じかもすねあそう、はい、そっかえじゃあ話来た時ってどう思ったえー、いやでもなんかそのラップ始めてずっと 上のひ自分より上の世代の人になんか届いたらいいなみたいなのは、うん、あのやりながらあったので、うん、なんかそれだからなんだろうそうですねその嬉しさみたいのはあったですね。やってみてみうでしたか。やってみてまあなんかそうですねレコーディング ちゃんとスタジオで撮ったことがなかったんでレコーディングが結構なんか難しかったですけど、うん、難しかったやっぱりそうですねけどなんか全然なんかレコーディングその現場で思ってた悩みは全然終わってみれば全然なんかあなんかもっとなんだろうやりたいようにやっていいんだなみたいなのが分かったそうだよそうですね結構<の>で結果それでは結構よかったですんかだんら 結構ほらジマくんとかってさど私どうしようかなと思ってなんて来るか来ないかもただほらなんかラルフくんたちも同じ日にやったからだ、うん、から仲間内だけでやった方がいいのかなみたいなのがあってうん、うん、その方がリラックスしてできるのかなとか思ったんだけどあのレコーディングスタジオ自体でやるのが初めてだったんだそうですそうですあそうなんだあんまあ厳密に言えば2回目とかで、うん、でもあんまりその ワーークフローみたいなのはあんつもなんかそうミックスしながら自分でこう進めていくんで、ね、全部自分でやるんだっね,そうですねだからなんかその生の音取ったまんまの音から完成を想像できなかったからそれが結構難しかったですけどけどでもやっ, <laughs> やってみたらやっぱそ技,術技術的にやっぱすご,いすごかったから本当 ミックスとかまあマスタリング終えてさっきここで聞いてみてどうでした？仕上がってみたいな。いやーなんかやっぱデモで自分で作ったのと全然もうやっぱ、うん、段違いにいいというかレベルが違うから。レベルが違う感じがした。<laughs> うんそうですね。やっぱちょっとまあ現場でこれやりたいですねって、うん、やりたいなと思ったっす。 ラップをでも今度5月の4日そうです、ね、ビジョンでライブあるしそれが結構楽しみになるねなんかライブすごいんだってねなんか定評があるんでしょ <laughs> いやなんか分かんないですけど<え>定評あんのかな定評あんうん頑張ってますだからなんか私はすごい楽しみにしてるみんな違うもんねラルフ君もシビミト君もそうですね,そ,うですねそれはそうですねねすごいなんかどんなライブを見せてくれるのかすっごい楽しみだよ ちょっと頑張ります、うん、でもクラストやってみてそんなになんかジェネレーションギャップは感じなかったいや感じなかったっすねなんか、うんうん、あんなに若々しい,しい方はいるんだみたいな <laughs> あの見た目でというか <laughs> <laughs> 見た目あの見た目でなんかすごい若々しいというかなん,なんて言ったらいいんですかね。てかまあ送られてきたトラックが、うん、あの曲 その自分がやった曲以外トラック以外3つ4つ送られてきて、うん、なんか全部の曲がなんか本当にうんだろうまあ普通に驚いたっすねなんかなんその年になってこれだけのトラックをあなんだろう, <laughs> うんなんかなんて言ったらいいんですかねアップデートし続けてるんだなみたいな。 うん、のを感じたっす、ね、なんか自分もそういう人になりたいなみたいな。あ本当？あ,あそう喜ぶよきっと。<laughs> <laughs> すごい上から見せるんであれですけどそういうふうに感じたっすね。でもなんかさやっぱりさそれこそさジマくんなんかあの暮らしの娘より年下なわけだよね。うん、その世代からそうやってすごいと言われたらすごい嬉しいと思う,うやっぱりやり続けててよかったなと思うんじゃない <laughs> だからやっぱりさその、まあ、クラッシュなんかも、はい、あのそうねあんまりラッパーとやるってことはそういうレコーディングとうん、うん、時以外ってあんまりなかったりってするからうん、うん、でレコーディングの時にいつもどのラッパーがいいかなってうん、うん、いつもそこでみんなにいろいろ知恵を借りてうん、うん、でその中からっていうふうにするのね。うんうん、でもやっぱりととか24とかさうん、うん どんだけ年が違うのっていう感じだからさ。<laughs> はい、だから、いや、やっぱりやれて良かったんじゃないかなと思うよ。いやー、う,ね、うん。え、クラッのその、まあ、三曲とか四曲のトラックって。結構好きだった。うん、いや、好きだったですね。なんか。楽器。かっこいい。とりあえずかっこいいみたいな。<laughs> <laughs> 本当、なんかラルフ君は。なんか自分のアルバムにも。はい、あそうらしいですね。余ったやつ使うう。 ちょっと俺も使いたいなっていいいぐらい<え>俺も使いたいけどちょっと自分の作る音と出音違いすぎて <laughs> <っ> <laughs> それぐらい本当にそれぐらいすごい <laughs> ボーナストラックで入れるやりゃいいじゃんちょっとそういう感じでできたらいいなと思います普段はじゃあその、はい、えっとジマくんはどういう感じで活動してんの、はい、うん活動どういう感じかな まででで学学校生大学生大学生で卒業やっとして,してそれでこれからはこれからはまあうん春からとりあえず今の実家の家を出てどっかで友達と暮らそうかなみたいな感じです、ね、彼女といや友達と友達とはい友達ってもう、ま、の、あ、音楽やってる友達うん、うん、大阪から来て そのことまあなんかそうですねうん録音できる環境を整えたいみたいな感じで制作、うんまあ、スタジオを作って自分家にそうですねそれでうん、うん、ま人呼んだりとかしてやれた、うん、大変だよ <laughs> だとりあえずでもやってみようかなって感じですねえ、うん、結局今ってでも音楽で食べられてんいやでもまあ今,今まで実家いたんでうんうん まあ家賃とかはなかったんで全然バイトしなくていい、うん、よく普通に暮らしてたんですけど、うん、これからはまあちょっとどうなるかわかんないです本当、ね、と,とりあえずとりあえずやってみるっていう,うん、うん、そうだねなんかクラッシュもさあの30周年の迎えるにあたってちょっとこの間コメント発表したんだけど、うん、それこそクラッシュがその30何年前にあのまだ ストリートっていうか、原宿のホコテンで回してた時があったね、うん。その時に、あの、えっと、キースヘリングって知ってる？はい、わかります彼が来日してて、たまたま原宿の表参道のそれに来て、遊びに、で、クラッシュたち見て、それでもって、あの、やり続けろって言って、なんか、それで、あの、クラッシュの子供の馬車にキースがサインしてくれてって。うん そのやり続けろって言葉をねやっぱずっとパッキースにそいうかけられてやってきてそしたら気づいたらもう30年以上経っててっていう話をちょっとしてたんだけどやっぱやり続けるってさまあとはいってもやり続けるのって大変だったりするじゃん、ね、この業界って音楽だけでっていうのは。で最初の頃クラッシュもやっぱ大変だったんだけどうん、うん、でもやっぱり いろんなスタッフが支えててくれやっぱり自分一人でできる限界ってあると思うけどうん、うん、やっぱり仲間だったりそういうスタッフだったりうん、うん、そういう連中が力貸してくれることでどんどんやっぱりだからその自分のチームみたいなの作るのは大事だと思うよ。うんうん、そうでですねかもなんかラルフと同じ事務所に とかっていう話ってあそうですねんか、まあ、専属ではないですけど、まだうん、一応サポートしてもらってるみたいな、うん、これからもしてもらうんだそうですね、うん、これから一緒に住む住もうとしてる友達もそこでうん,うんじゃあ、ね、結構あそこはイケイケなんだ今うんいやどうなんですかねちょっとあんまあんま分かんないですけど <laughs> イケイケかどうかはちょっとあそうなんだ まあでもい,いい、うん、かっこいい曲作る人はいっぱいいると思いますうんでもまあなんかそういう出会いって大事だったりするしさでもよかったよクラッシュなんかとも一緒にできてね,ね、うん、いや本当に、うん、いや<そ>、ね、長く続けたいっすねえ長く続けたいっす <laughs> そうだね <laughs> 長く続けたいっす、ね、それでこれからはそういう音楽をやっていくのではい 音楽だけだって映像の勉強もしたんんかまあうん映像も自分で撮れるようになりたいというか一応今までも MV は何個か自分でディレクションしたりしてるんで、うん、まあ完全に丸投げでやったことがないので映像も人に頼んで、うんうん、一応全部自分もかませて作ってるんでこれからもそれはずっと続けたい。うーん ちょっとこの辺で一曲聴いてもらうあ、そうですね。何がいいえ、何がいいかなスパイク、スパイクってい。ん<あ>スパイク。っていう曲。じゃあ聴いてください。イェーシャああイあーあああああ ドにマディバダ坊主足跡つけずに加速くいつの間にか遥か遠く消える立ち込めてくのもイェイ砕け散らす過去記憶そっとしまう奥の方前を向いて動くドンスプレーンのようなマイク持って杉並からそこ飛ぶ分からずやは取りまいていつかロンドンで皆なぶ今に変わる日々の光景失うものも憎まず儚いもので今じゃ通って無理な場所でギグする、yeah. はあ yeah. 2021変わらず光る眼光自慢リばはあ yeah! えというわけでスパイクを聴いていただきました。はい、でこれはいつレビューしたこれは、うん、去年の6月に。うん 初めてミックステープ出して、うん、そ,のその中の一曲ですね。ほんと。ジマ君たちってさ映像も自分でやって、はい、やっぱ基本的に自分が関わってその作品を表現をやっていくっていうスタンスなわけそうですねんかまあ作り出した時にそのアウトプットするまでにうん,うーんまあ 一人でしやすかったみたみいなことですかねうん,なん,かうーん映像を作る現場とかも行っ,ったんですけど、うん、なんかやっぱ人めっちゃ関わるし、うん、うんスピード感もやっぱそれ時間もやっぱかかるじゃないですか。うん、でまあ学生だった僕的にはなんかもっとスピード感と、うん、そ,そのスピード感が大事で、うん、うんそのスピード感とかを考えたら なんか音楽やるのが一番いいなと思ったす,、ね、すぐできてまあ言っちゃえば本当その日に映像まで作れてみたいなのが一番こうまあなんかそうですね DIY 感でできるというかそれは d a ウとかがあって自宅で録音できてみたいな環境がある、うん、を作りさえすればそれができたのでだから音楽やったみたいなとこもあるですね、うんあ。そうなんだ もともとはその映像の方に進みたかったのいやまあぼやっとですねぼやっとでも映像映像とりあえずやっなんか、うん、一応一応学んだって感じですけど映像一応やっとけばまあ自分がほか何かやりだしてもなんか活かせるかなみたいなとりあえず多分どのジャンル行ってもえ見せてよ今度 あいいす全然いやでもまあ言って MV とかしか作ってないですけどいや全然全然いい,い,いいじゃんいいじゃん全然、はい、見せます見せますね見せて今度見てほしいですしたらあのすごい良かったら今度監督やってもらおうか <laughs> 監督で監督で <laughs> 監督で監督で監督までやったら本当にでも やっぱ映像はやっぱ自分の作品でも時間かかるなと思いますね、音楽より。そそりりゃそうだだよやっぱり、うん、だけどまあとはいっても、どうなんだろうな、私は映像と音楽と両方とプロデュースをして、はい、で一時期、だから、ジマ幕のお父さんなんかもそうだけど、はい、NHK とかのドラマ、それにジ、ま、マ、あ、幕のお父さんが出てくれたとき、ね、最初、その話から盛り上がったんだよね、大ね 私が前にプロデュースした、あの、もう国営放送のドラマに、あの、字幕のお父さんが出てくれて、それのナレーションをクラッシュの娘がやってたっていう話で、それで、え、そうなんだ、みたいな話その時まだ字幕は生まれてませんでしたっていう話でね、そうでねだったんだけど。<laughs> だから私なんか両方やるんだけど、<laughs> 映像は映像で、やっぱりその、大所帯になれば、 そそれはそれはで大変だだと思うんだよねうん、うん、でもストリートの感覚で撮っていけばうん、うん、それはその場でもっと要するに早かったり特にとうん、うん、今コンピューターでその編集とかもバーっとできたりするでしょうん、うん、だからそういうやり方をやればあの音楽とどっちが時間かかるかって言ったらもしかしたら音楽の方が時間かかるかもしれない。うんうん 映像の方がすごいあ確かにうんでも面白いと思うよなんか両方できるってことはうん、うん、音も、うん、ねそうですねえだけどそれでまあぼんやりと映像をってなってそっから何でラップに行ったのうーんなんかでもこれがきっかけみたいなのはあんまなくて友達と ずっとまあ学生まあなんか時間たくさんあって学校終わってからなんかずっと音楽聴いてみたいな <laughs>、うん、ででまあなんか、うん、いやこれなんかやった方がよくないみたいなことになってやった方がよくないってなったんだそうですねなんかややらないの損じゃないじゃないけどなんかやってみなきゃちょっと分かんないよなみたいな感じで。 なんかやりだしたって感じですね最初はタイプビートを引っ張って iPhone のマイクあのうん、うん、有線のマイクで、うん、有線の iPhone のマイクで撮ってみたいなそれ,からそ,れ始まっそれから始めたんですでステージはいつからステージはでもうん一番最初は恵比寿バチカかな。 それは何かうんか本当に初めてちょっとやったって感じで、うん、ちゃんとやりだしたのはでもちゃんとやりだしたっていうかちゃんと呼ばれるようになったのはコロナ以降ですかねあ,あそうなんだコロナ前はまあ,あここ本当数本みたいな感じ、ね、うんコロナ以降で結構本格的にステージに上がるようになったんだそうですねう,すねうん面白い <laughs> 面白い いやー面白いっすねなんかやっぱなんか音楽作ってそのデータとしてもそうですけどでもやっぱライブ見てもらう方が自分的にはなんか嬉しいというか、うんうんね、そっちの方がやっぱやってる感あるというか自分の、うん、なんだろうアウトプットを見てもらってか、まあ、感じてもらってる感じはすると思います楽しみだね。<笑><笑>ねうん なんか6月だっけあの大阪もあるもんねあそうですね,ねなんかまあ本当はね全国ね一緒にできればよかったんだけどスケジュールが合わなかったりもろもろのあれがで東京と大阪だけなんだけど樹木も出てくれてライブねぜひ来てほしいよねいろんな人に、ね、来てほしいですねそっかでもえじゃあ今後はやっぱりラップの方が メイン音楽活動がメインそうですね、うん、でこれからどんどんレコーディングをしていくと、はい、まず引っ越ししてしてす環境を整えてうん、うん、それからレコーディングをバンバンやっていくとそうですねでもさその今の若い子たちって、はい、やっぱり仲間内でつるむことってあるの んいやまあ基本仲間内でつるんでるんじゃないですかねみんなみんなそうなんすまあ前ほどそのなんかこの横のつながりのいないとしてる感じは少ないかもしれないですけどけど基本的にまあ誰まあ一人で作ることも多いですけど基本なんか誰かと作、うん、音楽作る時も誰かと作ったりとかでもそう自分でトラックも作れるんでしょそうですねでしょ一応 英語はいや、英語はあんまり。あんまりあの、いわゆるじゃスペイン語とか何語も日本語オンリー日本語オンリーでいくんだ。そうですね。今後も。どういう層に対して一番メッセージを伝えたいの、はい、あー。うーん。あでもまあ。ん 基本的にはでも、うん、自分より下の世代の人が聞いてくれるのが一番嬉しいかなっ、うん、だってまだ若いじゃん十代10代ってこと<笑><笑>でもそうですねなんか高校生とかがライブ来てくれたりするのが一番嬉しいかな <laughs> あそうなんだそうですねなんかうん,うんまあもちろんその上の世代も嬉しいし同世代もめっちゃ嬉しいですけど、うん、今まだ17歳とか1 な,なんなら1 5六6歳の人とかがライブ見に来てたりすると、うん、なんかそうですねそっちの方がうしいですねへえなるほどねはいそうなんだで海外でやる気はないんだう <laughs> <laughs> んーいやそんなことはないですけどまあその英語が喋れないからやっぱ言葉の壁はでかいなみたいなでもまあ、ね、それ海外にうん 基本的にはまあ日本がもうちょいこうまあ音楽シーンもそうだし音楽シーンだけじゃなくてもうちょいこう変わっていけばいいなと思ってるんでそれは文化的にってことそうですそうですだからそれを考えたらどっかに行くっていうのはあんまないかなうんなるほどねでもあのまあそれ海外でやるかやらないか別として、うん、海外を見るっていうのは 海外から日本を見るってそうですよねうんまあだからなんかうん半年とかで行 <laughs> きたいですねどっか,、うん、なんかそういう感じでできたらいいなそうだよねそれはなんか職業としてもなんかうん稼ぐお金を稼ぐ場所に縛られないから、うん、ライブ以外だったら音楽それができるのも そうそうでできるようにしたいですね、うん、映像なんかだとさやっぱりどんどん世界と一緒にできたりとかってするじゃないうん、うん、ラップっていうとやっぱり言語がの問題が出てきちゃうから、うん、やっぱりそこのところただまあ,あのここのところずっとその話あのラルフ君ともしたし、はい、シビトともしてるんだけど、はい、シビトが一回そのロシアでクラッシュのね公演あれについていってラップをやったんだけどその時にその。 歌詞を全部字幕であのスクリーンで出してもらったのロシア語で。うん、そしたらやっぱりもうロシアの子たちがも,う,もう,うわーって盛り上がってすごかったんだけどそういうやり方もあると思うんだよね。うんうん、やっぱりリリックをちゃんと見てもらうってやり方。やっぱりその言葉を伝えていくってことってさすごいラッパーって大事だったりするわけでしょうん、うん、そうですね。ね でもそれでいうとなんか海外の人ともしやるってなったらなんかラップ入れるよりもトラック作りたいなっていう、うん、だからトラックも作れるってところさそうです、ね、だから真鍋君っているじゃん真鍋大統って彼なんかはさだって彼さすごい DJ でバトル系の DJ でコンテストとかも出たぐらいだからね今でも DJ やってるしそれでいて映像の方ではもう世界的なレベルでやってて それでで両方でだからソナーとかそういうのって映像としても行っててうん、うん、DJ もやらせてもらってっていうのをやってんだよね。うん、そういう意味では DJ の方が世界に出ていくっていうところはあるよね可能性がね。確かにもうそういう道ができてるっていうかラッパーは結構やっぱり言語の問題でちょっとあれがあるかもしれないけど、うん、まあでもじゃトラックとかさ やってみればいいじゃんそうですねトラックまあとりあえずそうですね自分の自分のやつもうちょい作ったら、うん、なんかもうちょいいろんな人連絡してみようかなみたいなえ連絡してみようかなみたいな海外の人とかうん一回聞かせてよあもちろん今度トラックいろいろクラッシュにも聞かせなよ <laughs> はい聞いても聞いてもらいたいですねだってさ例えば DJ DJVSDJ DJ っていうところで言うと、例えばシャドウと d j シャドウとクラッシュがやっぱりあったりとかさ、一緒の一曲を作っていくっていうことってすごく面白かったりもするじゃん。うん、なんかね、面白いことができればいいね。ねそうですね。でもまあこれからだよね、本当に。ある意味。いやまあそうですね。これからもっと勉強って感じですね。もっと勉強って感じ、うん。勉強。トラック作るのはやっぱ全然、 あんま分かってないからちゃんと結構感覚でやっちゃってるんで <laughs> でもその感覚がすごい大事だったりするんだけどだって例えばクラッシュだって譜面読めるわけでもないしコードが分かるわけでもないしうん、うん、全部感覚でいくわけでしょうん、うん、その感覚ってすごい大事だと思うようんありがとうございますそうですねそれは大事にしたいうんそっかじゃあこれからが楽しみだねそうですね <laughs> <laughs> もう一曲聴いてもらうじゃん。あそうですね。な何聴いて、うん、ミックステープそう、スパイクと同じミックステープからで「うん、パークザバス」。聴いてくださいはい。<noise> うん No money, Fuckner Government, may say no money, Status, the poser, you say no money, Fashion, diamond, shade, no money, Tyrant, garbage, Kaysay, no money, na. Government, may say no money, Status, the poser, you say no money, Fashion, shade, no money. ザラついてる合図つどうしとらえてく世界乗り越えてサバイブ変わり果てた大都会おを出して頼む傷が知らぬ間にでかい何も感じないなんて別世界バックザバス染めるでかいバスゼロを増やします俺はバルタバスイェイ見たクフリーダム食べるヌードカップイェイライドウィークダッシュライドウィークダッシュ に向かうタけルみたく完全無視だお前の美学当たり前に羅列比較臭い風を浴びてきたくな何が何だか分からないままにはさ差し子振りやめときなこれがリアル部長ズラ風を切って長田町で立てる中指ありがとうが辞書で弾けてない4うポこですし困っちゃう困っちゃうそんなやつら困っちゃうお叱りなんて笑っちゃう

Fashion, nine man, shade, no money, tyrant, garbage, kids I know money Fuckin' Government, miss I know money Stay that's the poser Q sign, no money, fashion, shame man side, no money okay. Tarant, というわけでえなんだっけ今のパークザパークザバスですという曲を聴いていただきます、はい、これはその去年のミックステープに入ってるそれもそうですね本当。そっかこれからも何ミックステープとかそういうのもどんどん出していくのうんまあそうですねアルバムとかはまだとりあえずミックステープとか EP とかを出したいですねうんそうなんだそう やっぱりさデジタル世代でしょ、はい、アナログって出さないのアナログはなんかんこれまあ今はその余裕があんまないかなっていう<え>その余裕なんかアナログアナログ出そうっていうその,そ,そ,のそっちに持ってくパワーがあんまないですねまだ。でもささ基本やっぱりさ そうねそれが世代なのかもしれないけどやっぱりその流通アナログで聴いてほしいって DJ とかさなんかってクラブの子たちってあるじゃんはい、はい、そういうのあいやまあうん例えばなんかくさびミックステープとかも、うん、前作ったミックステープもなんかもうちょいお金に余裕ができて、うん、あのー。 リマスターできてみたいなリマスターしてとかで出せたらいいなとは思うんですけど、うん、まあ何せまあミックステープ出したの完全に自分一人で出したんで、えー、なんかそこまでできないなみたいな。うん、まあそうだよね。そうす、ね、そですね。えでもこれからはさそういうのをちゃんと考えながら作っていけばいいそうですね。でもなんかそんなにすぐには出さないと思いますね。なんかもうちょい。うん 作品にならないと。もうちょっと作品が溜まっていかないけね。そうですね。そんぐらいじゃないとアナログ出そうかなとは思ってないです。うん、まあでも出したいには出したいです、ね。うん、そういうまあ自分でもっと来たいみたい、うん、そうだよね。<laughs> 今回アナログだからね。うん、そうですね。初めて初めて、ね、初めてのアナログ作品。<laughs> <laughs> そっか。でもやっぱりさ、ね、さっき聞いてあの字幕が聞いたのさ、M P 三でやつを聞いたじゃない。はい、ワブの音源もまた違うからさ、<ー>アナログで聞くとまた違うからさ。ね。ねワブで聞きたいですね。<laughs> 聞きたいじゃん。<laughs> ワブで聞きたいです。ワブで聞きたいよね。はい、そうだよね。でも今のじゃ若い子たちっていうのは、はい、割とあの字幕みたいなスタンスで。 やってる子が多いんだ、うんだどうなんですかねなんかあんまりあんまりそういうなんかこういう気持ちでやってるみたいなことは別に友達で言い合わないから音楽やってる友達とかでも意外とその辺はみんな謎なままやってるかもしれない僕の周りの人は<笑><笑>でもみんなやっぱり食べそうですねそこはやっぱりそれはみんなあると思いますえどういうふうに変えていきたいの どういうふうに変えていきたいは、うん、めっちゃ難しいっす。まあでもうんどういうふうにかうんうんけどまあ基本的に <laughs> うんうんそのメジャーがあってレベルメジャーがあって、うん、みたいな仕組みから違うところでもっとお金が 生む仕組みができればいいなって思やでもそれはさもうできてんじゃないのだってそう、ね、それはまあなんかもっと広げていきたいみたいな、うん。それは正解だと思うよ。やっぱりもうねメジャーが、うん、あの昔はね要するに例えばそのネットもなかったしその流通に関してもできなかったから、うん、やっぱりレコード会社が一手にやってでやっぱりレコード会社から「 出ないと人の手に、うん、他に渡らないっていうのがあったんだよね,ね、うん。特に海外なんかもそういうのがあったんだけど、うん、あのー、今はさそれこそ自分たちでできるわけだし、うん、だからあとはあのー、今度教えてあげるけどあのー、フランスでアナログ切れるところ、うん、でヨーロッパとか全世界にそこから流通できるん、ね、レーベルと契約しなくてもできるの。うん、で あのリスクもほとんどないし自分のだからねあのやりようによってはねあのプロモーションをだから音を届けるっていうか自分たちの存在をどうやっていくかってことさえ考えれば世界でやっていくのはそんなに難しいことではない今の時代は。うん、特にやっぱりその日本ってある種注目されてるところっていっぱいあるから、うん、いろいろその文化の部分ではね。 だからあの野、ー、流によっては本当にリスクを負わないでちゃんと世界でやっていくことは可能だしね。うん、で特に今回の,そのコロナでまあいいか悪いか別だけどでも配信っていうのはやっぱりでうん、うん、こんだけできるんだっていうことがみんな実際やれるようになったじゃない、うん、だからじゃ単純にそれは私たちだって。 あのー、直接行って、うん、それでやるのが一番いいと思ってるんだよ。でやっぱりそれはさその場の空気だったりさ熱みたいなものだったりファンの子たちとの、ね、そういう息だったりさそういうことも含めて生身で感じるのとやっぱりその、あのー、モニター通してあれするのとは全く別物だから、うん、だからもちろんそれはあるんだけどだけど。 可能性としてはそういう,なんていうの配信みたいなことでも、うん、その表現を届けることができるっていうことは事実なわけじゃない。多分その状況じゃなななかかっったら音楽やってないいですすね、うん、かもしれないすだからもっと言ってしまえば何て言うんだろう今これからはもしコロナが収束して海外行けるようになっても。 例えばさまだお金がなくていけなかったりってなってもどんどん配信をどういうふうに配信をしていけば世界の連中が見てくれるかとかそういうアンテナをちゃんと張っていけばいいんだと思うんだよね。うん、でやっぱりあのクラッシュと私の関係性っていうのはその私が大体そのまあ例えば何年先に世界で、うん 例えばオリンピックでもいいしワールドカップでもいいしうん、うん、何でもいいんだけどもどこのエリアで何があってそれでもって世界が何に注目するかっていうことをまずアンテナ張っとくんだよね。そうするとさ絶対に例えばワールドカップなんかの時ってどっかでやればそこの文化って絶対世界中にあれされるじゃん。うんうん、そうするとさそこの要素ってさ絶対入ってくるじゃん世界中に。 だったらそれがが分かっってんだだよねもう4年後にやるのたらそこの要素って何なんだろうってことを自分の中に取り入れちゃって、はい、そこをどう表現するかってことだと思うのうん、うん、そうするとやっぱり世界って届きやすくなる。なるほどだから 5W1H って習ったじゃん。はい 5W1H <laughs> 中学小学校だけ、はい、中学校だけで。あの 頭に入れとけば、それで仕掛けるんだよ。すごい、そこは簡単なの、本当に。ただ、それを見失うと、うん。だから、ターゲットがどこで、それでもって、男女比はあれで、年齢はいくつで、みたいなところっていうのを、ある程度決め込んでいくと、すごく見えてさ、あとは、コンセプトは何なのって、今回は、ってことさえ分かれば、 そこに対する要するにまっすぐにそこに向かっていけばいいっていうかさ、うん、そうやれば世界に届くよ頭いいんだしやってみればいいじゃん、うん、そうですねちょっと、うん、なんか面白いと思うよ、うん、映像とかもすごい見たいし私うん、うん、ねなんか分かんないことあったらいつでも連絡くれれば教えてあげるよ、はい 本当にせっっっかく知り合ったんだしちょっと聞きます、うん、私なんかはさやっぱりもう本当に散々やってきて、うん、でまあ若い子たちにその伝えていくっていうかね、うんうん、で今もだから私そのクラッシュある程度のところでもうなんていうのかなあの手を引くっていうか、うん、って思っていて。 でその以降っていうのはアフリカの,そのいろんな私アフリカの支援やってるからうん、うん、そっちで表現はそっちでやっていこうと思っている部分はあるんだけど、うん、でもあのそれまでになんか私が今まで育んできたものとかさいろんな経験だったり、うん、いろんな知識とかそういうものは若い子たちに教えられればいいなとは思ってる。ど、うんうん、どんどん聞いいてくくれれば、はい、いくらでも そういうい企画の原点みたいなこととかも教えるしうん、うん、だからもう電話番号知ってるしさ、ね、いつでも連絡くれればなん,かなんかこの間ラルフ君がさ胃の調子が悪くてご飯んさ食べられなくてだからいつでもご飯でも食べれるようね <laughs>、はい。<laughs> そうやね。うん、ラルフ君とはちょっと東京離れて、それでちょっと違う空気を吸いに行こうかって話もしてんだよね。うん、行く、一緒に。そうですね。いいですね。富士山。富士山。富士山登ったことないの。伊藤ね。ねだよね。私この間行ったんだけど、私もちょっと具合が悪かったから。うん、それであの、湖のホテルって書いて、水のホテルっていうのが川口湖の真んまにあって。うんうん でそこのオーナーナのの人が招待してくれたのね、うん、そのお宅にお邪魔したんですけど、うん、もう河口湖の目の前にあって、うん、富士山がバーンと見えるわけ。うん、であの、まあ、ちょうど河口湖の花火をやってる時でもう全然違うのよ空気が、うんで。ともかく富士山を目の前にこんな大きく見れてっていうのがあるんだけど空気が全く流れている時間が違うから。 ずーっと富士山みんんがぼんやりできるんだよね、うん、だからねそういう時間がやっぱり東京に住んでるとやっぱり制作モードの時ってガーッと行かなきゃなんないけどどっかでやっぱりすごい歪みが来るじゃん。うん、でそういう時っていうのはそういう時間をすごい大事にしなきゃいけないから、うん、でラルフは今それを必要としてるらしくってさ「うん、じゃあ行く 行き行きたいですね。本当？で、はい、今度あの行こうね。まジでね。すごいよ。あの今度としのりさんってさ、はい、トランペットの人がいて、はい、それでやっぱり富士山のあのふもとで風の丘ってところがあるんだけど、そこで地球を吹くっていうので、うん、のトランペット吹いたのねへえ<ー>。すごいよ本当。だからなんかね、それ P.V. とかもそこで撮れ。うん。本当に富士はすごいよっていうのを。 実感してその樹海のさ樹海とかがあるじゃんあそこ、はい、樹海とかの,そのが,が発する緑から出るマイナスイオンとそれと富士山の冷気と何とっていうので全く違うんだよね元気になるよそういうのも大事だからね言っとくけどこれからみんたそれは <laughs> <で>大事大事絶対絶対そういうの大事ですよねねえ でもじゃあラルフがジマくんとあいつ話せんのかなって言ってたのね。<laughs> いやまああんま,あんま話してるはないですけどねそれで言うとでも、はい、いやだから今日あ,のあいつ喋れんのかなってでなんかラルフとジマくんが一緒になるとほとんど無,無言になるんでしょ <laughs> いやそんなことないですから別に。 じゃあ2人で話すんじゃないよいういこういう番組に2人が出ちゃったらあ確かに、うん、確かにじゃあ一緒にトレーしなくてよかったねって話をこの間してたんだけどそれはそうですね確かにでも仲いいんでしょね,うねでもそうやって頑張れる人がいて一緒にそれはいいことなんだと思うよ、うん、そうですねありがたいねら ジマ君と参加してくれてなんか両曲を見てるようなんで面白かった、うん、ね確かに淡々としてるもんね僕ですか、うん、<laughs> そんな感じかなそもそも,、はい、そもそもあれだよアーティスト写真あの今画面に出てると思うんですが <laughs>、はい このあのミーアキャットじゃなくて何 <laughs> ミーアキャットのようなこの人をバカにした朝 <laughs> これ狙いっつって書いたら狙いですって返ってきたもんね <laughs> そうですねちゃんとしたの取りなさいよ一番いやそうですねちゃんとしたの取らなきゃいけないんですよね、うん、絶対ラルフみたいなやつ <laughs> そう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  <laughs> いやあれはあれでもいいんだけどあれ,、はい、あれだけじゃさいやそりゃそうですよね あんなんじゃじおっきいとこ出られないなと思ってつうかさこれどうすればいいんだろうって私撮ってあげようかな今日って思ったぐらいだもいやそんなちょっとはい撮り直しますどうせさ今度さあれの時さビジョンの時さカメラマン入るじゃんいろいろそこで撮ってもらえないかっこいいの言っとくよ私お願いしますじゃうんねやっぱり1枚ちゃんとしたのは撮っといた方がいいよ ミーアキャットみたいなこの画面に映ってるミーアキャットみたいなやつが <laughs> あの今のアーシャなんでそうですねねそうですだからまあこれからもねあのどんどん若手頑張ってほしいと思うし、うん、またなんかクラッシュともね、うんはい、一緒にできるといいねそうですねほ、うんとそう思う、うん、なんか、うん、今回のレコーディングではい あの音を聞いてもらうのでなんかフいやーまあ普通にそんなファンの子たちっていうのはあれですけど聞いてくれる人うーんあでも結構その DJ クラッシュを知ってる同世代の人から結構メッセージをもらったのでなんかそう,そうですねなんだってなんかいや結構みんな あの反応してくれたたすすねすごみたいみな本当、はい、なんでなんかそうですねなんかそこのんなんだろうあでもまあシンプルにシンプルにでも変わらずあの自分はこんな感じですっていうのを多分リリックにかけたのでそれをなんか聞いてで、まあ、そうですねちゃんと。 聞いいててもらえれば嬉しいなって感じですか、ねえっと全部は今日このあと聞かせられないんだけどまあ半分ぐらいまでをこのあと思ってまあね5月の4日ビジョンでとりあえずはライブがあるしその後6月にも大阪であるんでそこにはねみんな足を運んでとりあえずそのジマくんの「 やっぱりライブを見てほしいって言ってるんで。あそうですね。ライ,をねライブ見てライブ見てほしいですね。そうですね。ライブをぜひ見に来てください。というわけでね、今日はじま君に来ていただいたんですけれども。大丈夫だった。だ大丈夫だったんですかね。わかんないですけど。大丈夫だった <laughs> 私的には大丈夫 <laughs>。はい、まあ僕的には大丈夫です。<laughs> じゃあ、そういうことでね。あの、この後、ええー、デクラッシュとジマ,ジュマディまじま君の楽曲で。 タイトルはサークルです。を聞きながらお別れしたいと思います。ということで今日はどうもありがとう、はい、ジョマん。ありがとうございました。

どこらっぽいそっとしとけばハッとしたっぽいちょっと油っこい無理なことは無理だしブレーク塞ぐかっこいいライフレジスターパンパンのガソリンどっかに行って淡々と遊び遊びっていうかまあそれが仕事になってきたけどまだまだ足りない n リーラップ今週からトドスリーやることやってダちとするお食事ヤ もう聞きたくないなとか言っても聞こえてくるからより速いな咲いてる梅のブラッサム鮮やか色映す君はオーシャンみたいに奥が濃く潜り出すのはジュマリバエどころっぽいしそこイライラしてるアカ s l e e 今べ n m y e d 夢の中でもないから最悪だぜおまべ